旦那様、旦那様いないのですか？気になりますのでドアを開けてみましょう。え、死んでる？そうですね。旦那様、馬込です。いきなりじゃない？失礼いたします。え、旦那様、よかった、まだ死んでない。わあ、綺麗な部屋。でも誰もいないみたいですね。それから数人で部屋を捜索したが、誰かがいた形跡すらなかった。死体まだだった。隣の書斎にも誰もいなかったぞ。まだ来てないのか。金持ちのすることはよくわからんよ。ふぅ。それではひとまず先に3階をご案内してしまいましょう。3階は客室になっております。3階のロビーって2階と全く同じなんですね。じゃあ間違えて入るとかありそう。ドアの並びも同じですし、フロア表示もありませんよ。そうだな、エレベーターも静かだし、これでは本当にフロア移動したのかわからないな。え、ありそうそれ。実は、3階じゃなくて4階建てとかありそう。見た目が全く同じフロアか。ここには客室が1号室から6号室まで6部屋あります。先ほどお配りしたカードキーに部屋番号が書いてありますので、そちらの部屋をご利用ください。エレベーターの向かいが1号室。そこから時計回りに2号室、3号室、4号室、5号室、6号室となっております。イズナちゃんと同じ部屋？なるほどね。私は2号室だわ。僕は3号室だ。は覚えとかないとダメ。峰町くんは4号室か。はい。俺は5号室か。私のは6号室みたいですけど、部屋が足りませんね。さすがにくるみさんと一緒というわけにはいけませんし。いいじゃん。まあそうだね。あ、すいません、そうでした。どうしましょう。あら、じゃあいずなちゃんは私の部屋に来ればいいのよ。あら、矢口さん。それでいいでしょ。わあ、矢口さんさえ構わないなら私は全然。かわいい。よし、決まりね。ほら、おいで。結構綺麗な部屋よ。はーい。よかった。では、萩中様は1号室ですね。一体誰が死んじゃうんだ。荷物を置いたらこちら3階ロビーにお集まりください。私はここで待っておりますので。割り当てられた6号室に入ると、とりあえず荷物を置いてベッドに腰掛け一息ついた。別の事件起きそうだった。客間はホテルの一室のように綺麗に整えられている。テレビやクローゼット、ユニットバスや流し台も完備されていた。いろいろあるんね。そうだよな、一人ぐらいなんとかなりますのでとか言ってた割にはどうするつもりだったんだ。部屋一人殺して減らすつもりだったのか。ここまでのことをちょっと整理してみよう。わけわからないことが多いので少しでも情報をまとめておいた方がいい気がする。回廊館、海洋建築のテスト的な意味合いがあるとはいえ、会場に建てられたこの回廊館はやはり奇抜だ。奇抜すぎる。この上さらに何か仕掛けがあるようだが。津波建設元会長玉ヶ原佐伯。年齢不詳、性別、おそらく男。自分の顔を一切表に出さない。過去にいくつもの奇抜な建物を築き、多くの人を驚かして話題を呼んだこともある。今わかってる情報はこれくらいだ。今日の招待客は我々を含めて全部で7人いる。まず県警に当てられた招待を受けて代表できた大森刑事。出版社に来た招待で取材に来た矢口翔子。津波建設役員の池上とその秘書峰町由紀。あ、そういえば、他の招待客は誰でもいいという感じの招待だが、この二人は直接名指しだったのだろうか。そして謎の男萩中。彼に関しては何の話も聞いていないが、どういった関係の人物なのだろうか。あいつ怪しいな。顔隠してるし。この後は食堂に集合するということだが、これから何が行われようというのだろうか。デスゲームでしょ。
他の招待客はおろか案内役である馬込氏も何も知らされていないというのがどうにも消せない。あとは何が行われるというのだろうか。我々は本庁の刑事宛に依頼が来たところを代理でやってきた。それはつまり誰でもいいから刑事に来てほしかったということなのだろう。県警の大森刑事もいるが、刑事がいないとまずい理由が何かあるのだろうか。え？拳銃？拳銃か？銃を持っててほしい。しかしこれまで話を聞いてきただけでもその人物の特異性がうかがえる。無作為としか思えない招待客の人選。何も関係のない平社員を管理人として雇い、必要な事柄は全て台本によって指示するだけ。接客は招待客にも姿を見せないばかりか、現在の所在も明らかにしていない。ちょ、喉イガイガになってきた。なあ、何を考え何を企んでいるのかさっぱり見当がつかない。そんなところじゃないですか。一言で言い表すなら人騒がせな人物というところだろうか。一体どんな顔をしているのやら。まだ考えるか。もういいんじゃないか。もういいんじゃないか。イクルミ、行こうぜ。待てよ、これが招待客のためのイベントなのではなく、イベントに合わせた人選をしたのだとしたら、刑事、マスコミが立ち会ってこそ意味をなす催し。それは一体？おっと、そろそろ行かないとまずいかな。やっぱりデスゲームだ。あ、イクルミ様がいらっしゃいました。これであとは萩中様だけですね。遅いですよ。何やってたんですか、もう。いや、申し訳ない。先に行っててもらってもよかったのに。すいませんが、全員揃って降りろとの指示ですので。そんなことまで決められてるんですか。ここまで何も知らされないとさすがにイライラしてくるね、そんな。すいません、私にもわからないものでして、その、ああ、あんたじゃ話にならんことはわかったから。ちょ、みんな、殺伐じゃない？とにかくその萩中とかいうやつでも呼んできたらどうかね。は、はい。うるさいな。あ、萩中様。管理人、この部屋には電話もついてないのかね。そうなるようです。外線は制御室にありますので、外と連絡取りたい場合は申し付けてくだされば。ふん。そう、それでは2階食堂に参りましょう。全然死なないな。どうぞ、順に食堂の方へお入りください。これ、ボリューム1より長くない？あれ？どうかした？あ、いえ、なんでもないです。あ？どうした？では、こちらで少々お待ちください。なんかあったものがない。あの、指示ではこの後どういう段取りになっているのでしょうか？佐伯氏はいないみたいなんですが、大丈夫ですか？実は指示にあるのはここまででして。18時ちょうどには全員食堂にいるようにと。そうだったんですか？ 18 時ってあと5分ですね。なので、もう少々お待ちいただけますか？あと5分でその玉ヶ原氏が現れるというのか？おそらく。まあそう言ってるなら待ってみましょう。何か起こることに間違いはないんだし。あと4分だ。え？あ？ん？怖い、この演出。な？爆発する？爆発するかも。聞くってなんだ？変な音する？時間だけど、特に目に見える変化はないが。ドアも開かなければ何かが飛び出してくるといった気配もない。聞く。辺りは静まり返っている。
空調のモーター音と時計の針だけが潮騒のように小さく響いていた。何も起こりませんね。そうね、何か出てくるかと期待してたのにな。バカにしてる、不愉快だ。おい管理人、いや、矢探しさせてもらうぞ。マッサーキーを貸せ、そんな。警察特権。あ、すいません、さすがにお渡しするわけには参りません。なので同行いたします。ふん。私も行こうっと。いぐるみさん、私たちも行きましょう。なんか嫌な予感がします。え、もう死んでる？嫌な予感？まさか。え？どのタイミングで？死んだ？なんだか急に慌ただしくなってきた。食堂に残るのは、役員の池上、秘書の峰町、謎の男萩中の3人。そんな大勢で行くものでもないだろう。我々はここで待っているよ。そうですか？厨房には誰もいなかったわ。書斎にも誰もいなかったから、次は私室か。管理人を開けてくれ。え？死体、チャンス。ここは先ほど見たばかりですが。一応開けます。え？怖い。あ！キャー！なあ！なんだこれは。え？さっきの部屋と違うところある？人が倒れてます。大丈夫ですか？待て、動かすんじゃねえよ。あれ？いつの間に？え？萩中さん？いつの間に？どいてろ。俺は医者だ。え？え？医者？く。おい、手遅れだ。死んでるよ。な、なんていう。え？本物の遺体なんですか？この人が玉ヶ原佐伯でしょうか。ああ、こんな近くにいながら防げなかったなんて。大森さん。おう。とにかく早く県警に連絡を。110番よりも大森さんが直接連絡した方が早いはずです。あ、そうだな。馬込さん、大森さんは制御室に。大丈夫か？どんどん人が死ぬんじゃないのか。はい。すぐ外の潮の音すら聞こえてこない密閉された建物。大森刑事が走る足音が静かなロビーに響き渡った。姿を見せない主人。そこに忽然と現れた謎の死体。残された7人の客。冬の海に浮かんだ巨大な怪物は、ただ呆然とするしかない我々をその体内に飲み込んで、今は静かに時が満ちるのを待っていた。この後に訪れるさらなる惨劇を、ネタバレやめてください。我々はまだ知らない。でーん。第一章、終わり。これまでのあらすじは見ますか？いや、今やってたんで。やってたんで。ウィス。第二章、疑惑。馬込さん、大森さんは制御室に。はいはい。でもこれやっぱり回数が3回じゃなくってもうワンフロアあると見た。俺は。萩中さん、現場保存のままできる限りの検証をお願いします。やってるよ。警察がいつここに来られるかわからないからだろ。うるせえ女だな。何を？なんだこいつ。なんだこいつは。これで何人になったんだ？でももうちょっと人が死なないとエレベーター上がれないよ。死体、見た目は完全なじいさんだな。年齢70前後ってとこだろう。俺も玉ヶ原ってやつの顔は知らねえんだが、まあ他にありえねえしこいつだと思って間違いないだろう。それは、ちょっと考えすぎというか、ミスリードじゃない？目立つ外傷はない。詳しくは調べなきゃわからないが、顔の貧血ぐらい具合からしておそらく窒息死。うつ伏せなのに顔に死斑がほとんど出ていないから、死後そんなに時間は経ってないだろう。ふーん。状況。死体の近辺に死因を特定できそうなものはない。傷打点。傷打点。
まさかこんな形でお目見えできようとはな。窒息？他殺ですか？さあな。とりあえず首に手や紐で締めたような跡や、喉に何かが詰まってたっていうことはなかった。溺死ということも考えられるな。溺死？こんな密閉された部屋の中で。可能性の話だ。なんとも言えねえよ。傷立てんわ。そんなところか。歴史ね。部屋がめちゃくちゃ圧力がかかってテーブルの上に倒れている死体はガウンを着ており、つい今しがたまで普通に部屋で過ごしていたような様相だ。部屋には他に人の気配は感じられない。試しに伊豆名くんと二人で部屋の中を捜索してみたが、人が隠れているとかそういうことはなかった。いたら怖いわ。床、争った形跡などは見られない。最初に見た時と何ら変わっている様子はなく、ただ死体だけが増えている。テーブルの上にあった灰皿やタバコケースはそのまま死体の下敷きになっているようだ溶かされたり使われた形跡はない。伊豆名さん、矢口に聞くか。なんか気づいた点ある？どういうことなの？この人が玉ヶ原って人なのかしら？いつの間に？死因、まさか殺されてるとか言うんじゃないでしょうね。事故よね。喋るわ。そう、そんなの私に聞かれてもわからないわ。聞いてよ。矢口さん、現場と遺体の写真を撮っておいてもらえませんか？そう、そうよね。必要よね。顔は隠れてて撮れなそうだけど。はい、撮ったわ。デジカメだからいくらでも見れるわよ。気味悪い思いをさせてごめんなさい。ありがとうございます。私、ジャーナリストといってもお店や施設の取材が専門だったから、こういう事件に出くわしたことってないのよね。なんかドキドキするわ。そんな感じ？この人は別に聞いてもな。水菜さん的にはどう思います？ここからでは顔がよく見えませんが、この人が玉ヶ原佐伯でしょうか？目立つ外傷は見当たりませんが、さすがにそれだけではわかりませんね。萩中さんに確認した方がいい。少なくとも、私たちが最初にこの部屋を案内してもらった時は死体はありませんでした。あれは何時頃だったっけ？誰か覚えてないでしょうか？え？誰か？ドアには電子ロックで鍵がかかっていました。なのに中で人が死んでいる。しかし部屋の中には他に人はいなかった。それはつまり？まあ普通に考えれば、事故あるいは自殺の可能性が高いということですね。密室。私の思い過ごしかもしれないんですが、最初に馬込さんがこの死体を見たとき、部屋に誰かが倒れていたことよりも、死んでいたと知ったことに、初めて驚いていた気がするんです。ほう。というのは？いや、絶対これ違う人だよな。ふむ。もう一回言って。馬込さんが見たとき、部屋に誰かが倒れてたよりも、死んでたと知ったことに、初めて驚いていた。しかしどうすればこのように倒れるのだろう。足がソファーの上にあったりと、なんだか不自然なポーズのように思える。そうだ、まるで無造作に放り投げられたような感じだ。あ、おっと、現場保存だ。それ以上遺体に近づくなよ。誰も隠れていない。あとは、
自殺だとしたらその辺に遺書はないかい？とりあえず見当たりませんね。伊豆菜さん、これ喋る人いっぱいいて大変だな。なんか気づかない？あ、わからねえのが、窒息の原因になるようなもんが全く見当たらねえってことだな。事故、自殺、他殺、どれであったとしても不自然ですね。あとは？あとはあるかな？そう当たりせんな。歴史。調べるのはもうできない。いやー、ちょっと喉が大変。ファンタ飲みます。誰が一体犯人なんだ。いやー、小説朗読してるようなもんだから、ニート誰とも喋らないからさ、喉が痛くなっちゃうね。矢口さん、な、最初にこの部屋を見た時刻、私時計見たわ。そう、ちょうど17時半だった。間違いないわ。ということは、被害者は17時半から16時の間にここに来て、死んだということになるのでしょうか。あ、大森さんが戻ってきたみたいですよ。行きましょう。おい、大変だ。え、海が荒れてる？もしかして。ああ、もうこのエレベーター遅くてイライラする。どうしました？落ち着いてください。なんだ？さっきから騒がしいが。今下に管理人と連絡しに行ったんだが。え？制御室の通信装置が破壊されていた？お約束。え？破壊って穏やかじゃないわね。そんな、じゃあ外部との通信手段は？断たれた。この館には衛星を利用したネット環境と衛星電話があったんだが、アンテナから中継されているルーターだけがうまい具合に破壊されていた。これは明らかに人的被害ですね。しかも正確にルーターだけを破壊しているということは、誰かが意図的に通信手段を遮断しようとした。みんな死ぬんだ。そうだ。今管理人が修理しているが、物理的に破壊されている以上それも不可能だろう。なんてことだ。外は？外に出れば何かあるんじゃないの？そうだな。よし、行ってみるか。戻ってくるまで全員食堂に集まって待機しているように。は、はい。私たちも行きます。探偵か。まあいいだろう。ひくるみさん行きますよ。その間に誰か殺されたりしない？